さんどうもこんにちは。本日も始まりました。クレイジー消しゴムのコーナーですよ。いつの間にかコーナー化している。消しゴムで消したい過去なんて山ほどある。今日も頑張れ霊夢です。ちょっと影がある感じやめろ。この消しゴム悪意の塊だと思う、マリサだぜ。ということで本日もとりあえず消していきましょう。独り占めさせて。トランプの積み重ねかと思ったらこれラブレターだわ。あんなにもらえるなんて相当モテるんだな。デレデレした顔しやがって。そんな時はラブレターを全部消してしまいましょう。ずっと一緒にいようね。ちょろい、なんで手紙なくなったら一途になるんだ。ラブレター消し消し作戦大成功よ。うるさい。あんたちゃんと勉強してるの。この前のテストひどかったじゃない。このままじゃどうすんのよ。よく言う口うるさいお母さんの登場です。おとなしく消してしまいましょう。消すという発想が怖い。勉強の妨げになるからごめんね。親は子供の鏡。どういうことだ？子供も親の真似して騒ぎ出してグレちゃったってこと？働いて。これまた親子間の問題です。本人はおそらく働く気ないでしょうね。それなら大事そうに抱えてるフィギュアを消したらどうだ？おやー、これでどうだ？正解っちゃ正解だったわ。趣味がなくたって働く意欲がなければ働かないんだよ。確かにその通りだ。物を消す前に本人を変えないといけないか。助けて。濁流の川、病人の彼女を背負っている自分。皆さんならどうしますか？瓦礫を消して通りやすくするとか？それじゃあ瓦礫を消してみましょう。川の流れは速いのは変わらないけど通りやすくはなるはず。これで不正解なのか。瓦礫じゃなかったら何を消せばいいの？もう背負っている彼女を消せばいいんだわ。大問題なんだけど。さあ、これが正解なのか。ごめんよ。残酷だけどこれが正解だったわ。一人でも生きなきゃね。ワットエンドだよこれ。他の選択肢がなかったのか、悲しい結末です。泣かないで。節分か？鬼のお面がガチすぎるのよ。うわん、怖いよ。これはお面を外せば問題ないね。謎にサービス問題だな。いてて、こういうイベントなんだよ。わざとじゃないんだよ、いてて。鬼役の人も大変だよな。お疲れ様です。4人家族の秘密は？4人家族？見た感じでは3人家族なんだけど。あと1人どこにいるの？なんかあの障子が怪しいよね。もう1人隠れてるとかねえよな。なんか不穏な気配がするわ。おう、正解だ。保険金で家族みんな幸せ。おじいちゃーん。おじいちゃんは家族の資金になりました。どうすんだよこれ。おじいちゃんは最初からいませんでした。家族みんな幸せではないな。完全犯罪して。このゲームは何かと完全犯罪多いな。この状況で。とりあえず狂気を消しておけば OK でしょ。本当に OK だったよ。さよなら、大好きな人。ヤンデレもこのゲームはおなじみです。まともな人がいないってのがすごい。会社の呪縛から解き放って。家でも在宅ワーク、忙しそうですね。パソコンを消してしまえば労働から解放されるわよ。うおお、こんなもの消してしまえ。ひたすら後が怖いんだけど。ダメなの。パソコンがダメならスーツだわ。あれを消してしまいましょう。それで解き放たれるのか？解き放たれたよ。スーツを見るだけで労働って感じだもんね。型にはまった生き方なんて嫌、自分らしく生きていく、というニートの言い訳。すごい辛辣だわ。自堕落な生活は憧れるよねー。ギャルの秘密は？ギャルと言ったら濃いメイク。このメイクを落としたら本当の顔が出てくるわよ。どうなっちまうんだ。しっかりメイクを落としてあげて。やっぱり正解なのか。化粧だけで2時間かかったのに。真ん中の子だけが落とされてる。メイクってすごいってことよ。皆さんどうもこんにちは。ゆっくり日記案内人の咲夜です。最近ほんと暑いし梅雨だし困りますよねー。湿気の影響で、髪の毛のセットにいつもの10倍の時間を使っています。それはさておき、前回のあらすじを簡単にご説明いたしましょう。前回、捕食師と言われているお嬢様、妹様を見事ゲットしたウプ主たち。なんて愛らしいお姿、羨ましいぞウプ主。5本。今回は前回視聴者さんに教えていただいた浮き輪妹様を求めて海に、おっと、先走りすぎましたね。それでは本日もまったりほのぼの、ゆっくり日記やっていきましょう。みんな、ゆっくり界の人気者、霊夢ちゃんよ。キツネ界の一般人ウプ主のミーです。霊夢に押し負けてんぞ。そして左に映ってるのはアシスタントのマリサです。誰がアシスタントじゃ。それでは今回はビーチに行ってみましょう。
確かビーチには激レアの浮き輪フランがいるって視聴者さんが教えてくれたわよね。ああ、見つかるといいよな。それにしても随分と広いフィールドだね。これって海の中に入っても大丈夫なのかしら。大丈夫っしょ。世界一信用ならねえな。あら、橋の下にパチュリーらしきゆっくりが挟まってるわ。浮き輪に乗ってて可愛いぜ。ん？魚？いいえ、あれはゆっくり魚よ。ヒレと尻尾がついててもろ魚だな。ちょっと手に取ってみようか。みょーん。おーおー、見事なゲス魚。驚くところそこかい。あ、間違って放り投げちゃった。何事もなかったかのように泳ぎ出したわ。ん？せっかくだから善良なゆっくりに構成しよう。なんだ、食べるの煽ってるよ。さすがはゲス、煽ってくるぜ。うちのウプ主を侮っちゃダメよ。マリサはじめ、数々の凶悪ゆっくりを改心させてきた凄腕飼育員なんだから、私が筆頭みたいに言うな。この凶悪魚ミョンも善良魚ミョンに大変身させちゃうぞ。やっぱりなかなかのレアゆっくり、B ランクにランクアップした途端値段が跳ね上がったわ。いやー、そう言われるとなんだか照れますねー。うわ、今回はあんたがゲストなのね。はい、ゆっくり日記初心者ですがどうぞお手柔らかに。よし、魚ミョンが S ランクになったぞ。うんうん、素直でゆっくりになったな。あれ、私に魚のヒレがついている。寿司の食べ過ぎでこうなったのよ。適当なことを吹っ込むな。そうそう、前回フランドール姉妹を海辺の家に置いたんだけど、本家の方に空き部屋があったからそっちに改めて移動しました。海辺の家には確か大きな水槽があったわね。それなら海でゲットしたゆっくりたちを飼育するにはもってこいだな。おお、結構本格的なお部屋なんですね。もっとこんな感じの部屋かと思いましたよ。ほぼ廃墟じゃねえか。早速このミョンを水槽に放ってあげましょう。ほら、お水だよ。立派な水槽ですねー。あと2匹くらい入れてもいいな。この幸せそうな表情、ゆっくり買ってよかったさあ浮き輪フラン探しの続きだ。あ、あれもしかして、あ、昨夜だ。前回あれだけ自販機でゆっくりを購入したのに一度も当たらなかったのに。そんなにレアなんですか。実は撮影外で2時間弱ゆっくりガチャしてたんだけど全く出なかったんだよ。しかもいきなり S ランクで、おまけにアサリらしき貝も乗せてるときた。これはお持ち帰り確定。今日はついてるついてる。あ、あれ、フランさんじゃないですか。たー、まさかこんなに早く出会えるなんて。ほんと今回ついてるわ。でも随分とドロンコですね。泥は撫でると落ちるってさっきの昨夜で検証済みさ。でもフランドール姉妹って飛び回るけど、水槽に入れてなくて大丈夫なのかしら。確かにそれは心配だな。フランちゃんおとなしく水槽に入っててねー。やだねー。ですかな。おお、A ランクから S ランクに昇格しましたね。これで超絶いい子の善良ゆっくりよ。ああ、泳ぎ回りたいしゆっくり食べたいし。捕食費ほんと怖い。それじゃあ早速家に帰るよ。そうそう、昨夜とミョンの他にレミアもいたからついでに連れてきたわ。ついでに言ってお前怒られんぞ。はい、水槽ですよ。ああ、早速飛んじゃいました。いやー海のゆっくりも癒される癒される。この可愛さは反則だぜ。ゆっくりっていいですねと、癒されまくる一同であった。